アヤホカトリ神社は、アメリカ合衆国北マリアナ諸島サイパン島ガラパンに、ある神社である。大正時代に創建され、太平洋戦争中に破壊されたが、1985年11月19日、日本のカトリ神社連合会などの手により神社は、再建され、アヤホカトリ神社と命名された。第一次世界大戦中の1914年10月14日、大日本帝国海軍の戦艦。 カトリは、当時ドイツ領であったサイパンを占領した。その際、ドイツ軍の暴露があった小山に彰子を建てて、軍艦カトリ内に祀られていたカトリ神宮の分霊を分祀して、カトリ神社とし、その山をカトリ山と命名した。1916年、台風により彰子が破壊されたため、カトリ山中腹に社殿を造営し先座した。その後、サイパン島での政党事業が、 軌道に乗り、在留日本人の数も増えてきた。そこで、サイパンの開発を行った、南洋共発の社長で、佐藤王と呼ばれた松江派。さらに、この神社を、サイパン島だけでなく、南洋軍島全体の守護神とすることを南洋町に提案したが、南洋町では、本庁所在地のパラオに、南洋軍島総陳守を創建することを考えていたので、これは許可されなかった。 1931年10月24日、現在地に新社殿が竣工して、第二次世界大戦の際、サイパンは激戦地となり、1944年に社殿を消失し、そのまま終戦を迎えた。綾穂神社跡地は、松江春寺を記念する佐藤王公園となった。1985年11月19日、日本の香取神社連合会などの手により神社は、 再建され、綾穂香取神社と命名された、社号表と灯籠は、戦前のものが残されており、サイパンの戦いの際の銃撃の跡が残っている。社号表は2004年6月頃に、自然倒壊したが、2005年6月、当時の天皇、皇后がサイパンを訪問するにあたり修復された。毎年秋には、日本人会主祭の祭礼が実施されており、753、 の祈願も行われる。たくさんの提灯が奉納され、会場では多くの出展がのきを連ねる。日本人のみならず現地の島民も訪れるため、交流の場となっている。ありがとうございます。